恋排水地とは、広島県広島市西区恋にある、広島市水道局が管理する、排水地。大高は本流の下流域南側にあり、JR 山陽本線西広島駅から見て、北北東方向に位置する。東側に、ノートルダム清志新中学校、高等学校がある。1935年春工。当時は、牛田浄水上水場の排水地であったが、現在は、 朝南区、緑井町の緑井浄水場の浄水が、総水トンネルを通りここに送られ、市内西部へ排水している。なお、南東方向にある、急総水ポンプ室は、1945年、広島市への原子爆弾投下に耐えた現存する被爆建物の一つ。相対流天の鉄筋コンクリート構造2階建てで、手前が事務室、斜面側がポンプ室として使われていた。 老朽化に伴い使われておらず、立ち入り禁止となっている。旧濃い調整場送水ポンプ室いずれも2012年、現在、1945年米軍作成の広島市地図。地図上部にあるフィルトレーションプラントが、牛田城水上。地図左に、濃い町、があり、濃いステーション上の万字がある付近の右側の山に、排水地が作られたが、この地図では表記されていない。 1898年に通水した広島市水道は牛田町の牛田水源地から市内へ通水していた。ただ、市西部の小イや草地区は水源地から遠方にあり、丘陵地斜面に建てられた住宅には浄水が届かないところもあった。山陽鉄道小イ駅及び広田小イ駅と開業後住民増加していく中で市内西部に完全給水を目指すため小イの丘陵地に 排水池、濃い調整場の建造が決定した。まず1932年3月送水ポンプ室が竣工、浸行。1935年濃い調整場が、竣工した。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆。送水ポンプ室は、爆心地から約 2.31km に位置し、ポンプ室建物自体は一部倒壊したものの、ポンプ自体は、 無事だった。なおこの付近は被爆数時間後に猛烈な黒い雨に遭遇している。1949年に全面復旧した。1969年、緑以上水上が竣工され、牛田系から緑井系の排水地となった。ありがとうございます。